マーク・ダニエル・ミリガンは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州シドニー出身の元サッカー選手。元オーストラリア代表。現役時代のポジションは、ディフェンダー、ディフェンシブハーフ。2006年5月、A 代表未経験ながら2006フィーファワールドカップのメンバーに選ばれた。7年のアジアカップ後、ミリガンは所属クラブの許可を得ずに欧州クラブのトライアルを受けに、ヨーロッパへと向かった。 フランスのクラブである RC、ランスや FC メスと接触を図るが、その翌日メスのトライアルでのゲームにおいて、右サイドバックでプレーさせられそうであったことに失望し試合前に立ち去った。結局、翌日にはミリガンは帰国し、シドニー FC でプレーを続けると報道された。しかしその後も非優権国籍であるにもかかわらず、ミリガンにはアーセナルなどのプレミア勢、 ランスや FC ポルト、ベルダーブレーメンといったクラブとの接触は続いた。2008年には、ニューカッスルジェッツと7週間のゲストプレイヤー契約を結んだ。2009年には、中国の上海進化と3年契約を結び、初の国外クラブでのプレーを経験し、上海進化での初ゴールは ACL グループリーグでの鹿島アントラーズ戦であった。2010年には、 ジェフユナイテッド市原、千葉移籍した。千葉移籍後は、スローインから、毎年アシストを決めている。2012年は、メルボルンビクトリーへ期限付き移籍した。同年3月には、移籍期間満了に伴い、千葉に復帰するも、同年7月に契約解除となって退団した。2012年7月12日、期限付き移籍した、メルボルンビクトリーへ完全移籍した。 2015年6月24日、UAE のバニーヤース SC に移籍することを公式発表した。その決断に至った理由について、ミリガンは正しいタイミングだったと話し、お金も一つの原因だったと話した。2017年7月31日、メルボルンビクトリーに復帰。2018年1月28日、あるアハリ実態移籍した。移籍金は100万ドル。 2019年7月、サウスエンドユナイテッド FC へ移籍。2020から21シーズンから A リーグに参戦するマッカーサー FC に移籍し、初代キャプテンを務めた。2021年6月2日、シーズン終了後に現役を引退することが発表された。引退後もコーチとしてクラブに残留する。 U-23 オーストラリア代表ではキャプテンを務めていた。7年のアジアカップの日本戦では、高原直宏の同点ゴールにつながるクリアミスをした。8年には、初めて W 杯予選の代表メンバーに選ばれるが、練習で尾骨を骨折したためチームから離脱することになった。2013年7月、東アジアカップ2013のオーストラリア代表に選出された。 2019年のアジアカップにも招集された。2019年12月9日、代表を引退することが発表された。向かい風でも50メートルは飛ぶというロングスローを武器とする。その他の公式戦国際 A マッチ67試合6得点。ありがとうございます。